問題 A、整数が何個か入力される。全部同じか判定しろ。かぶりを消して1個になったら OK。もちろん、ループを回してもいいぜ。ちなみにこの問題の原案は私。問題 B、整数が入力される。2の整数乗 ×3 の整数乗と表せるか判定しろ。2で割れるだけ割って、3で割れるだけ割って、1になったら OK。逆に掛け算する手もあるが、言語によってはオーバーフローに注意しろ。問題 C、アリスがボブに文字列を送った。が、内容が少し書き換えられた可能性がある。届いた文字列と、元の文字列の候補が何個か入力される。起きた変化が、1文字変わった、1文字挿入された、1文字削除された、のうちどれかだったとして、元内容の候補のうちおかしくないものはどれ？ここからは、時間に気をつけろ。届いたのと候補を一つずつ比べるしかないね。まず長さが違いすぎたらアウト。あとは1文字ずつ比べていって、1文字だけは違っても許すよ。文字が増えたり消えたりしたかは、長さを比べればわかるね。問題で、数字の列が入力される。これを並べ替えて、何通りの平方数を作れる？平方数ってのは、何かの整数の2乗だよね。13桁くらい並べ方を全部試せない？普通は無理。じゃあ、平方数の方を全部試すよ。400万の2乗くらいまでだね。0、1、4、9、16、20をつけて桁数を揃えて、相として入力と合えば OK。問題 E、ターゲット文字列と、他の文字列が何個か入力される。他の文字列から2つ選んでつなげる。結果がターゲットを部分列として含んでほしい。途切れ途切れでもいいってことだね。こんな選び方は何通り？くっつけたらターゲットを含むかどうかは、かけらを左から見て目標に何文字マッチするかと、右から見て何文字マッチするかを試しておけば、足し算でわかるね。あとは二分探索か何かで良さそう。線形時間でもできるが、そうする必要はないぜ。問題 F、道にお金が落ちている。道は通るのに時間がかかる。サイクルはない。スタートからゴールまで行くときの、最大平均時給は？平均を高くしろって言われてもやりづらくて、平均時給を2円以上にできる？とかの方がいいから、二分探索するよ。そうすると、3時間で10円拾えたら4円リード、みたいな評価ができるから、スタートから順に、その時点で何円リードできるか計算すればいいね。動的計画法だが、メインは二分探索だぜ。今回は以上。ご視聴ありがとうございました。